もうね、でも倉持先生のことはね、うん、外せないよね。そうで、倉持先生っていうのが外せない人ばっかりじゃないですか。そうなのよ。でも俺は詳しく喋れないんで、うん、ぜひ言ってもらえない。倉持先生っていうのが、うん、まあなんていうのかな、やっぱりすごくその少女漫画のレベルを上げてるんですよ、ね、この人ね、うん、まあなんていうのかな、少女漫画の中に初めてそのアイドルのようなかっこいい男の子を描いたっていうのが最初なんですよ。白いアイドルっていう漫画で野口五郎そっくりなキャラクター描いてブレイクするんだけど、それまではすごい地味な漫画を描いてたんだけど、そこから急にかっこいい男の子を描いてガンって売り出して、少女漫画イコールかっこいい男の子が売れるっていうのを最初に気づいた人。おー、